はいどうも岡尾哲です。本日はでで岡山県後楽園に行ってみたいと思います。と言いますのもですね、本日ですね、ちょっと桜の季節というところで岡山県の後楽園のことにですね、あの桜の並木に地域がございますので、そこら辺で綺麗な写真を撮っていきたいと思います。それではレッツゴー。はい、岡山シンフォニーホールを東の方にですね行きますと、岡山県後楽園がございます。ちょっとそこら辺の方行ってみたいと思います。レッツゴー。ここですね、宇城の道ということになっております。あ、ちょっとね、後楽園の南の方にですね、宇城が見えます。宇城というのはですね、あれです、黒いんですよ。黒いからカラスみたいなんで宇城という名前らしいです。こちらの方ちょっとね、外堀の方なんですけど、外堀というか西川ですかね、後楽の森でございます。公園の外の方もですね、結構小さい桜が咲いてですね、綺麗ですね、いいですね、綺麗です。それではこの橋を渡って後楽園行きたいと思います。レッツラゴー。いやー、晴れてよかったですね。すごいお花見日和でございます。それでは行ってみたいと思います。はい、後楽園の入り口前でございます。桜綺麗です。アップします。おー、はい、後楽園コラクラベン、行ってみたいと思います。それではレッツゴー。入り口の手前の芝生も綺麗ですね。もういきなり庭園って感じです。もう犬と遊びたいドッグランって感じと思いきや、ドッグランではございませんのでご注意ください。こちらの方がコラクの入り口となっております。はい、大人410円となっております。ででん。はい、それではですね、チケット買ったんで、それでは入場いただきます。入場させていただきます。ででん。こんな感じが後楽園でございます。日本の最3代目ございます。というところで見えてきました。ザザザザザー。ここも綺麗ですね。宇城が後ろにね、バックに見えるんですよ。これが後楽園でございます。この後楽園の素晴らしさ、宇城があるから、この後楽園が他の兼六園偕楽園より優れている、優れているというわけではないんですけど、素晴らしいポイントということでございます。池越しの桜も綺麗でございますね。やはり岡山素晴らしいですね。カモがね、寄ってきましたよ。カモが、カモン、カモン。ここすごい宇城がよく見えるポイントです。ちょっと写真撮っていきます。マウスズズン。はい、あ、何ですか、ここ福田茶屋さんだそうです。何があるんですか。え、桜パフェ、春
限定でございます。ほうじ茶付きでございます。うわ、まずくわざくらセット、まあ、これもうまそうですね。あんみつ、あんみつなんかいいんじゃないですかね。あとノーマルで、普通に抹茶のセットとかございまして、クリームあんみつもございますよ。ちょっと行ってみたいと思います。レッツラゴー。あー、どうしようかな。はい、じゃあ桜パフェを一つと、桜のあんみつを一つ。桜のあんみつを一つですね。でお願いします。パフェとあんみつについてくるほうじ番茶が冷たいものと温かいものと言います。温かいものでお願いします。はい、お二つとも温かいものですね。はい、かしこまりました。2点で3200円お願いいたします。あー、しばらく抹茶のお桜セット、あんみつセットを待っております。ひたすら待つ。トミーと待つ。はい。このクラッチャ屋から眺める屋上でございます。いやー、落ち着きますね。桜あんみつ注文のお客様。はい、はい、ありがとうございます。はい、はい、いいですよ。こちら白いきび団子が入ったあんみつとなっております。はい、はい、桜あんみつでございます。ででーん、うまそう。はい、パフェも美味しそうです。あ、それではあんみついただきたいと思います。あ、ほんのりあ桜の味とあんこがマッチして美味しいございます。マユリ、あ、これパフェ美味しそうです。パフェもいただきたいと思います。パフェは上に桜のアイスとバニラのアイスも入っててすごくマユリでございます。これおすすめですね。マユリ、ここには、田んぼがございます。正殿ということで、以前は、まあ、ここの藩主さんの、まあ、田畑っていうことで、植えられておりたんですけど、まあ、今では、まあ、毎年初夏には、田植えをするということでございます。もち米もあるそうです。後楽園の一番の山頂へ登ってみたいと思います。レッツラゴー。よいしょよいしょ、どこでしょう。じゃあ、あー、だいぶ綺麗ですな。じゃあ、はい、山頂に到着でございます。うわ、綺麗です。見渡す限り後楽園でございます。あー、ここはすごいですね。開けた桜がすごいです。なんか、あ、これ鹿に見えません？鹿さん、鹿さん、これなんだ、これ鹿に見えますよ。ほら見てください、鹿です、鹿。はい、鹿。あー、すごい。ここ後楽園の中で一番ちょっと桜が綺麗なとこですね。あー、桜の通りです。撮っていきたいと思います。ちょっと撮ってみましょう。はい、ちょっと風が吹いてきて桜がちょっと散ってます。いい感じです。もう散ってますんで、もうこの桜の季節は、まあ今日あたりか、この土日が最後でしょうかね。この桜が一番綺麗です。どうぞ。ここは常連のことです。キレキレ、しだれ桜がすごく綺麗なところに来ました。
しだれ桜でございます。すタンチョウゾルです。こんにちは。はい、それでは後楽園ありがとうございました。グッバイバイチャー。最後までご視聴ありがとうございます。もしよろしければ高評価とチャンネル登録をよろしくお願いいたします。では次回の動画までバイバイ。